セントラルツーリストホテルね、チェックアウトしましたんで、次はですね、またね、K-POP ホテルの方に戻るって、K グランドホテルミョンドンっていうところにね、行きます。もうあいにくの雨なんですけどね。はい。日本語名だと、K ゲストハウスミョンドンっていうみたいなんですけど、まあ、そちらもね、コスパ良さそうな、ホテルなんで、はい、これからね、一旦荷物ね、預けに行きたいと思います。また歩いて、ちょっとね、電車乗るとチュンブロ経由しなきゃいけないんで、めんどくさいんで、歩きます。はい、立地はね、もうミョンドンのど真ん中っす。この辺ですね、地図ではこの辺。おぉ、あー、これっぽいな。違うな。あー、このど真ん中の、こう来て、ここだ。バニラ塩とかがある、この脇。ここだ。Kグランドホテル。ああ、こんなとこか。わからなかったよ。3時チェックイン、11時チェックアウト。ここだ、4階ですかね。なるほどね。ど真ん中だな、本当に。行ってみよう。おお、こんなとこにあるんだね。湿った匂いがします。水はあります。タオルあります。これは何だ。あ、コンパクトですね。あ、十分ですね。シャワーあって、トイレある。これも多分トイレットペーパーを捨てるタイプですね。から見るとこんな感じですね。はい、部屋の中でもね、食事しちゃいけないみたいですね。飲み物は多分いいと思うんですけど。このキッチンがある。Kグランドホテル行ってきました。Kゲストハウスもね、読むみたいなんですけども。こちらはですね、スタンダードダブルルームのお部屋、一泊、大体5900円でね、今回は考えられました。平日の、まあ、アゴダで予約してね、ただ金額でした。お部屋もね、ベッドもまあ広くて、まあ、全然多分ね、11平米とかあるのかなって感じ、12平米とかあるのかなって感じなんですけども、すごいめちゃめちゃ立地がいいんで、もう出たらすぐ夜市があってみたいな。でもういろんな、もうミョンドンのまさにど真ん中なんでね、動きやすいんですね。しかも金額も安いんで、結構泊まりやすいホテルかなと思います。で、飲食、食べるものだけちょっと部屋ではやらないの、キッチンのところで食べてくださいねみたいな感じで、あとはね、全然普通で、シャンプーはもうこんなちっちゃいサンプルのやつなんですけど、全然泡立ちも良かったんで、全然良かったなと思いますんでね、こちらの K グランドホテルね、ぜひね、行ってみていただければなと思います。